コアは、アメリカ海軍の護衛空母、防具急航空母艦の一隻。当初は、アベグ -13 と指定され、1942年8月20日に、アッコブ -13 に、1943年7月15日に、区ス -13 に、1955年6月12日に、K-13 に、1958年7月1日に、K-13 に、 1959年5月9日に T 役府マイナス41に監首変更された。コアは、海事委任契約の元ワシントン州タコマのシアトルタコマ造船所で1942年5月15日に BB スミス夫人によって浸水し、1942年5月1日に海軍に引き渡され、1942年12月10日に、 MR グリーア艦長の指揮下収益した。1943年2月6日にピュージェット湾を出港し、サンディエゴ沖でパイロット認証訓練を行う。その後東海岸に向かい4月11日にノーホークに到着する。コアはチェサピーク湾でパイロット認証訓練を継続し、6月27日に対戦水艦戦闘部隊である。 第21.12任務軍の核として再編される。部隊は輸送船団の護衛に従事し、大西洋の戦いで大きな貢献を成し遂げた。また、対潜水艦船部隊が挙げた戦果は、対潜水艦船における大きな進歩によるものであった。コアの艦載機部隊は随伴する駆逐艦とともに、数々の大きな戦果を挙げた。7月13日には、 U-487 を北緯27度15、西経形34度18の海域で、7月16日には U-67 を北緯30度05、西経形44度17の海域で撃沈している。随伴駆逐艦の一隻ジョージー・バジャーは7月23日に U-613 を北緯35度3二 生二28度36の海域で撃沈した。コアは7月31日にノーホークに帰還した。二度目の対戦水管線巡行は1943年8月16日から9月2日まで行われ、8月24日には U-84 を北緯27度09、生三十七度零三の海域で u 八十五を北緯十七度零零 生三37度06の海域で撃沈している。その後、第21.15任務軍とともに10月5日、出港し、10月20日には U-378 を北47度40、生二28度27の海域で撃沈している。コアは11月19日に、ノーフォークに帰還した。 1943年12月6日から1944年1月18日までの巡航後、コアは2月6日から3月9日にかけて56機の P-51 戦闘機と貨物をリバプールに運搬した。4月3日から5月29日まで第21.16任務軍に所属し、中央、北、大西洋で活動する。 その後ニューヨークを6月24日に出港し、スコットランドのグラス号に85機の陸軍戦闘機を運搬し、ノーフォークには7月20日に帰還した。8月8日に第22.4空母任務軍に所属、対潜水艦船に復帰し、新たな敵潜水艦戦術に対応するための訓練をバミューダで10月8日まで行い、その後ノーフォークに帰還し、オーバーホールに入る。 クオンセットポイントでのパイロット認証訓練の後、1945年1月24日にノーフォークを出港、大西洋での対潜水艦船に入る。しかしながら、ノームと悪天候で目立った戦果は上げられなかった。4月3日にノーフォークを出港し4月7日にグアンタナモアンで対潜水艦船部隊に合流する。中央、北。 大西洋で展開したコアと両艦は4月24日にフレデリック・シー・デイビスが撃沈された後 U-546 を北位43度53、成形40度07の海域で撃沈した。コアは5月11日にニューヨークに帰還し修理と補給を受ける。コアは1945年6月13日にノーホークを出港し6月25日にサンディエゴに到着する。 航空機とパイロットを新珠湾、サマール島に運び、8月30日に帰還する。その後10月20日までコアはアラメダ、シアトル間で輸送任務に従事し、その後横須賀で魔法の絨毯につき、多数の帰還兵を輸送した。1945年10月20日から1946年1月18日までコアは2度の往復を行った。 コアは1946年10月4日にワシントン州ポートアンジェルスで予備役となる。1955年6月12日に K-13 へ監種変更され、1958年7月1日には K-13 に再度変更された。その後1970年9月15日に除籍され、1971年に スクラップとして売却された。コアは第二次世界大戦の先行で1個の従軍聖賞を受賞した。スクラップとして売却された船体を沖縄県の業者が再購入に向けて模索する動きがあった。1975年に開催される沖縄海洋博覧会の宿泊需要を見込み、455人収容のホテルに改造する計画であったが実現には至らなかった。 なお、この動きが報道された際には、コアは、ベトナム戦争にも参加したヘリ空母という扱いになっている。ありがとうございます。